ね。追加仮面キャプチャー和道具ほう T シャツでかいってだからダサねえねえデザインどうにかなんないの。でも青いの。いやこれはいいけどこれはダサいでしょ。これ街歩けないよこれ着て。うん、まあ、これはまあいいよね。釈迦のグッズまで売ってんの？あ、かわいい。すげえ商売根性だな。釈迦まで商売にしてんのかよ。これいいじゃん、このステッカー2つ。これ、マグカップ。うん、マグカップいい。これいいよね。丸いのいいじゃん。丸いのいいね。丸いのは俺が作ったから。いいじゃん。ありじゃん。入ってない。あれは9年前かな。入ってたのにいきなり消したでしょ。ん？Tシャツ喜んでた？部屋着にしてる？白いマグカップいいね。これはちょっと欲しいな。これいいね。うん。うん。うん、女は大事にしますよ、僕。うん、いいじゃん。暗黒 T シャツの方が歩けない。マリニアン T シャツすげえ恥ずかしい。コンビニ行くのも恥ずかしい。ハッチが買ってたね。うん。9年前は誇張？うん。サイトのもっと見たいを押して。ビューを増やそうとした。うん。これは俺のね、マークですね。和道のロゴです。目立つよね、結構暗黒はね。釈迦とマグカップも買うから、ダフ屋さんしばらくお持ちを。おー、商売繁盛してますな。いいじゃん。買ってあげて。そう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 、サムネサムネ。俺がデザインしたの。コミ登録ありがとう。一個だけ気になってたことがあるんだけど、突っ込んでいい？はい。一個だけ。はい。個人的なことなんだけど、なんで D カップって嘘ついたの？いや。D カップ？ D。あるの？あ、ここの下と上の差が、うん、差がだからか。アンダーが、そうだね、ガリガリだもんね。65。あ、じゃあ D はあるんだ。じゃあ当たってたんだ俺の D は。うんうん、女の人はおっぱいは分かんないよ。うん、今時の寄せの技術なめんな。グッズ揃えたいんだけど娘だな。でもマグカップ買うの許してもらえたんだからいい、よかったじゃん。うんうん、元アレって何？元アレがわかんないな。M将軍さんと遊んでおられましたね。M将軍と遊んでたのよく。いや、あの、LINE してましたね。あ、LINE やってたんだ。はい、M将軍どんな LINE 打つの？ちょっと見せて、M将軍の LINE。M将軍のプライベートの LINE 見たいんだけど。携帯持ってきて持ってきて。ちょっと闇将軍と彼女の LINE のやり取りちょっとプライベートなの見よう。あ、うん、いや見たことない。見たいよね。じいさんがとかやっぱ言ってんの？いや、そうじゃなくて、うん、普通になんか今度遊びましょうねみたいな、そういう。ほうほうほう、面白そうじゃん。闇将軍見せて。闇って、だから闇、あ、闇将軍。そんなのさらしたいバカ音。多分この辺かな。うん。まあ、意外と淡白なんだね。うん。うん、なんか面白くなかった。うん、淡白だ。すげえ面白くなかった全然。うん。
面白くなかったもん。うん、ヤミッチの味方敵だったよ。別に味方とか敵じゃなくてなんか面白いから見てたっていうか、うん、うん、FC2 のお風呂配信行こう、見たいの需要あんの、うん、いやなんか闇将軍ドハマりしてたよ。なんか闇地とカラオケしようと思ったんだけど闇地が来れなくなっちゃって、うん、でカラオケはできませんでした。うーん、カラオケ行く約束してたんだ、うん、香川とパコッターだって。パコってないです。じゃあパコリを誘われたこと何回ある？あ、それはもう、あ、配信中とかに LINE が来て、でトイレでなんか香川さんからトイレに、あの FC2 とかに香川さんがトイレ行くんですよ。でその間に LINE が来るんですよ。で見せてっていう。何見せて？え、おっぱい見せてで見せたの？あ、ちょっとそういう性癖なんですよ。面白いな。あの、うん、どんどん言え、どんどん言え。あの香川さんの性癖で、あのその配信中にトイレで、あのオナニーするんですよ。え、配信中にちょっとトイレ行ってくるわって言ってオナニーするの、あの人。そう。おお、でおっぱいをくれと。そう。でもうなんか本当1分ぐらいで。あーとか言ってあーいいよとか言って、うん、ありがとうっつってで終わるんですよ。超早いんです。くっそ面白いさ。でもう3分くらいですぐに配信戻ってきて、賢者モードで配信続けんの？続けますよ。そのまま何事もなかったようにオナニーして、はい、女性リスナーにおっぱい送れっつっておっぱい送ってもらって1分でオナニーして、はい、でさあって言ってくれて、そうですよ。くそ面白いな、本当に。ウケるな。いや、面白いな。いや、俺別に穴兄弟とか全然気にしないからいいんだけど、そういうの面白くない？人の性癖って。いや、面白いな。やっぱ頭おかしいやつだな。大手って頭おかしいやつばっかりだな、ほんと。いや、いい話聞けたんじゃない？今日は。大満足でしょ。うん、速報流れるレベルだよね。これ、緑さんの枠だったらさ、大荒れになってたよ。いや、香川、それ、そういうのを、やっぱ緑庵にぶっ込まないとダメだよ。うん。そしたら神回起こってたよ。あ、面白いなぁ。いや、美味しいよね、これ。うん、香川好きになったもん、俺。香川の配信ずーっと貼ってトイレ行くタイミングまだかな、まだかな、つって。うん、面白い。ああ、うん、ウケるよね。いや、ちょっと面白かったわ。おっぱい何回送ったの？何回？でも、2、3回だったの。結構なんか FC2 に行ってた時あって、香川さんが。1年ぐらい前で。そう。で、その時に、うん、なんかあの、トイレ行ってくるって言って、うん、なんか、うん、トイレ、あ、行ったんだと思ったら LINE かかってきて、うん、すぐ見せて、すぐ見せてって言って、うんうん、で、なんかオナニーして、うん、で、また戻ってくる。何それって、動画でってこと？写真じゃないの？ LINE 通話の動画？動画。動画でおっぱいを見せて、向こうがしこってるのを見てるの？ずっと。いや、しこってるのは見えないんですよ。じゃあ、声とか聞こえてくるの？声は聞こえてくる。しこしことか聞こえてくるの？そうそう。何それ？おーとか言って、あ、いいよとか言って。やべえな、性癖。すげえ。香川さんかっけえ。なるほどね。それをだから多分あの休憩行ってる間にいろんな子に LINE してるんだと思う。ああ、今日は誰にしようかな。そうそうそう。すげえな。うん、あ、洋平くんの家行かない、いや、行くっつったんだけど、洋平くんの家。そしたら、なんか、今、減らってるからダメだって。
嫌なんだって。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。